ケツです。メクハッピーピアノ初級 A メロ動画の1になります。小節で言うと1から8ですね。右手左手両手で合わせる練習していきます。では今日練習するパートをちょっと弾いてみます。説明していきます。ではまず 1,2 小節右手からいきますね。まず4番でここのラですね、ピアノの中心がここの赤いですねシールが貼ってるとこと思ってください。ここのですね最初のラから1オクターブ上のラ、ここからですね。ではいきます。はい、こうなります。ラソソレラシラソですね。4-3-3-1-4-5-4-3 となります。いいでしょうか。はい、ではまずはね右手何度か練習してください。では今度左手いきます。左手は5番1番を使っていくんですが、ピアノ中心ここありますよね。ここから1オクターブ下がって、さらにここからですね、下がっていって最初のここのソ、これを5番からスタートしていきます。そして1番ですね。でここはね、リズムがね結構難しいと思うんですよ。一回弾いてみますね。はい、このようになります。いいでしょうか。はい、まず5番でソを弾いて1番でソですね。そして左手5番でソソと2回弾いて1番でソです。これをもう一度、はい、こうなります。はい、もうひたすらね練習してくださいね。もうこのリズムの取り方ね結構後半まで使っていきますので、はい、何度か練習してください。では両手で合わせていきます。両手になるとねちょっと難しいかもしれません。ゆっくりいきますね。上にね指番号出てますよね。ピンク色になってるところ、指番号ピンク色のところは両手、同時に弾いてると思ってください。ゆっくりいきます。はい、こうですね。結構ね左手に惑わされて右手ねうまく弾けない人多いかもしれませんが、そういう方は1小節だけ練習してみると、ここだけをねひたすら練習してみる。できるようになったら2小節を練習すると、こうですね。はい、そして、合わせて通してやってみる。はい、いいでしょうか。いいですかね。では次3、4小節いきます。まず右手からですね。はい、このようになります。いいでしょうか。ラーソソレミですね。はい、4-3-3-1-2です。はい、ここに左手は今度はね、今度はというかまた一緒です。そうですね。はい、合わせていきますね。あ、ごめんなさい、もう一度こうです。いいでしょうか。そして4小節は左手だけ、こうです。もう一度、はい、いいでしょうか。あ、ごめんなさい、通してだった。はい、こうですね。では5、6小節いきましょう。1、2小節と一緒なんですが、今度左手が、ドに変わります。合わせていきますね。はい、こうなります。もう一度、はい、いいでしょうか。で今度7、8小節いきましょう。右手から、はい、こうなります。もう一度、はい、
いいでしょうか。2、3、3、3、4、4、5ですね。はい、そして今度左手、はい、この、前回の5、6小節と一緒ですね。合わせていきます。はい、このようになります。いいでしょうか。はい、ではね、今日はまずここまでなんですが、まずね、左手です。左手の、はい、このリズムの取り方をね、しっかり練習してください。後半でもね、ずっとこれ使っていきますので、はい、いいでしょうか。では後半の復習動画でも練習してみてください。Thank you.